満ちてやがて来る風の声に導かれるよ。巡り会えた希望の日、君がくれた一つの願い。見知らぬ空はきらめき、高らぬ鼓動が響く。ありのままその自分の心を信じればやり遂げられるんだ。きっと誓いを胸に迷いはないさ、僕が決めたこの道のり。勇気持って挑もう、進むわあはあ、皆様こんばんは。今日から魔王始まりの旅っていうゲームしていくんですけど、で小話なんですけど、今日ブックオフ行って今日から魔王のゲーム見つけてラッキーって感じで買ったんですけど、いやでもとりあえずアニメか漫画かどっちか知っておきたいなと思ったから、とりあえず漫画読んでみようと思って漫画探したんですよ。カーでね、今日カーじゃない、ごめんなさい、キーでさ、今日から前はからキーやね、キーの欄ずっと探してないわけよ。で角川さんが出してるみたいだからずっと探して、もう30分ぐらい探したから見つからなくて、おかしいなみたいな、どこにもないみたいな、ないんかなみたいな、でもそんなことないよなと思って、でちょっと恥ずかしかったけど、男の店員さん見つけて、店員さんにさ、今日から魔王っていうあの本ってありますかって聞いてじゃあ店員さんパーって走ってさ、どっか行ってくれて、探しに行ってくれて、で待ってずっと待ってて、じゃあ5分ぐらい経ったから来てくれて、あのもしかして今日から魔のつく自由業ですかみたいなこと聞かれて、はてって感じだったけど、あそんな感じですみたいなこと言ったら、そうレディースのとこ連れてかれてってなったねで ありましたで1巻からね3巻まで買って読んだんですよ。ちょっと近くのところでね、じゃあめっちゃ面白かったから、あこれもうちょっと読みたいなと思って7巻まで読んできたさっきまで読んでたね。いやだからもう完全にではない、嘘ついたね、ちょっとだけね知識を入れることができた。ちなみに僕は誰が好きかというと、まあ100回動かね、皆さん誰とも、あ皆さん予想してください、僕が好きなキャラクターを、あのじゃあ3兄弟のうちの1人にしようか、みんな3兄弟の中の1人で僕は誰を一番お慕い申し上げているか、それを皆さんあの予想してください。じゃあ答えますね。はい、コナトさんですね。まあ、僕の視聴者のみんなだったら、さすがに想像できたんじゃ。いや、みんな、でもこのボルフラムさんと、いやもう金髪前ね、攻略してた時あるからね、みんな、ケーブルユーザーだからね、やっぱりコナトさんですからね、と思って。まあ。7巻までしか読んでないからね、どうなるか分かんないけど、まあコンラッドさんだよねって僕は思ってるけれど、どうでしょうねさてではそろそろ始めましょうか。始めから、いやめっちゃドキドキするね。やっぱあえてアニメじゃなく漫画を読んだことによってね、声を出してるシーンとか、はっ、夏を乗り切って強い子に育つから夏生まれは祝福される、知ってる、あごめんね、今更になるけどネタバレになるからね、みんな世界をいえ素晴らしい人物になると思います。本当、俺の育った故郷では7月は有利と言うんです。っていうかこの声あの人の声やねんよな。でも結構いけるね、うんいける、結構正直前回っていうかその好きやねんけどさ、あのひょっとしたら地雷な可能性あるやん。だって組み合わせが組み合わせや、僕の実況見てるくれてると分かると思うけど、組み合わせやからさ大丈夫かなと思ったけど、大丈夫そうやね、行きましょうか。おい大将、異世界に流されて、はい、あマイクテスト先にやっとけ俺の名前は渋谷優里、うわ待ってました、うい、この春めでたく高校に入学した。でこんな声ないな。グラウンドを見るたび思う、野球なんてろくなもんじゃないなんか喋ってんの違和感あるわ。僕はあんまり漫画とか読まんからさ、なんかこうなんやろうな、漫画でさイメージする声ってみんな、あなんこれを聞けないと思った、漫画でみんなイメージするやろうな声をさ、それでなんか実際声つけられてよいしょよいしょっていう流れがあるよね。今それを初体験してるけど、自分のイメージでは渋谷優里君はあのもうちょっとね、なんか声高くて可愛い声してる、そんなイメージやったけど全然いいです汗臭いし
髪の毛の中まで砂が入り込むし、走り込みはきついし、下半身ばかり太くなって不格好だし、控えはベンチの中で声出してしまいには喉が枯れちまうし、ほんとろくなもんじゃないけど、嫌いじゃないんだよな。むしろ大好きなんだ俺は。ありがとう。じゃあ なる野球の話やろ。入ればいいじゃないかって入ってたよ中学まではね。めっちゃ引き取り方してくれるやんボーナスタイムじゃん。だから迷うんだ。今のうちに説明してやんとこ。野球なんてろくなもんじゃないそう思えればいっそ楽なのに。そんな野球へのモヤモヤした感情を振り払おうと、うんうん、チャリのペダルを一心不乱に漕いでいた俺の目は、うんうん、よりによって見なくていい場面をがっつり捉えてしまったわけで。村田健だな。なんつうの、広い意味での集金、わかりやすく言えばカツアゲしかも哀れな子羊は中2中3と同じクラスだった村田健じゃないか。まあたまたま同じクラスってだけでさほど仲良かったわけでも、とか言い訳してるうちに。めっちゃ喋ってくれるやん。村田健と目が合っちまった。どうする渋谷優里。お、選択肢なん。まあここは助けましょうか。原作通りですね。お前らそこで何やってんの。もしかして集団で違法行為とか働いてる。で結局助けたわけだ俺は。自分の実力も顧みずヤンキー様に苦言を呈してしまったわけ。振り向けば逃げる村田の背中。え、俺人柱にされたの。あとはお決まりの地獄絵図。挙句公園のしかも女子トイレに連れ込まれちゃって顔を便器に突っ込まれる5秒前だ。あ、四角ボタンですね。ありがとうございますありがとうございます気持ち悪いな。3。あ、俺は自分の小市民的正義感とクソの役にも立たない倫理観を猛烈に恨む。で、ちょっと待てよ。頭を押さえつけるヤンキーのバカ力はありとしても、こっちの力は何？何の変哲もない洋式トイレにこんな吸引力があっていいのか？吸い込まれる！というわけで、渋谷優里原宿フリと後ろにくっつけて呼べばさらに座りのいい名前のこの俺。みんなご一緒に渋谷優里原宿フリ。渋谷優里はギネスに申請したい。史上初水洗トイレに流された男、いかがでしょう。ってかっこ悪いし、ありえない。お、すごいアニメーションやん。社中にや生きてるっていうか、ここどこ。澄んだ青空に濃い緑、いい家の石造りのメルヘンな家に遠くで草食うヤギ、いや羊。ここどこよ。アルプス流れ着いちゃったのな、まさか誰か教えて。で、あ、人発見。ここ文字消せんかった。お、とにかく話しかけてみなきゃ始まらねえ。全身でふわアピールしてたら向こうから話しかけてくれるから。あー、話しかけてみよっか。確か話しかけるよね、漫画版でも。村人へ。すいません、つかぬことをお聞きしますが、ここって一体どこなんですか。あなたのその限りなくメルヘンなコスプレから察するに、ズバリテーマパークか万博ですかね。そういや俺入園料払ってないや。わざとじゃないっすよ。そもそもどうやってここに来たかも謎で。もしもし、あの、聞いてますごめん笑ったえ、外国語マジにアルパス
ちょっと落ち着いて。そんな悲鳴あげられるとあらぬ誤解が生まれちゃうような、すでに生まれちゃってるような。あれ、皆さん好きくわ構を振り上げてるのは敵意むき出しのアピールかなんかで、ね、わあ、たまたま、ちょっと待って、暴力反対。わあ、痛いっつうの、入念量がそんなに欲しいのか。暴力反対。とりあえず石投げるのはよそう、当たると痛い、マジ痛い。こんなんで客に怪我でもさせたらテーマパークは営業停止、クラッチマンじゃないの。だから暴力は何の得にもならないってな。謎の大男、これあれですね、言語がおそらく違うんですよね。助かった。あ、ここの責任者の方ですかね。素晴らしいマッチョ体型、アメフトでもやってたんですか。いや、とにかく皆さんをなだめていただいてマジありがとうございます。え、わあ、いい絵やな。いって、人の頭を握りつぶす気か。俺の頭はアメフトのボールじゃないっての。あ、でもこのキャラクターをさ、桜井さんにあの頼んだの、頼んだか分からんけど選んだのかな。めっちゃ今納得できるわ。 なんかすごく納得。言葉が分かるようになったか。はい、なりました。なんだ、日本語上手じゃないですか。流暢すぎてむしろ違和感。まあとにかく良かった、助かりました。やっぱこれからはバイリンガルの時代だな。で、すいません、ここどこですか。なんだ、せっかく見た目はいいと思ったのに、今度の魔王はただのバカか。おい、こら、ちょっと待て。入園料未払いといえども一応客に向かって、しかも傷つきやすい年頃の少年に向かって、バカとはなんだ、バカとは。あ、ここ読んでくれるのか。バカっていうやつがバカなんだって。口喧嘩の切り返しは外国では使わないのか。魔族が攻撃に入るわよ。ああ、僕のことですね。僕じゃないね、ごめんなさい。子供たちを早く家の中へ。黒を身にまとう本物の魔族が現れたぞ。もうダメだ、この村も焼かれちまう。20年前のケンテナウみたいに。おじけづくな、相手は丸腰仲間もいない。髪も瞳も黒い総国を逃す手はないぞ。そうだ、総国のものを手に入れれば不老不死の力を得るって聞いたことがある。不老不死？それで西の公園では莫大な懸賞金をかけてまでも総国のものを探してたのね。まあ落ち着けお前ら、こいつはまだ何も飲み込む予定ない。今のうちに説得すればもしかすると。皆さん、さっきから何をおっしゃってるんでしょうか。っていうか、なんか今俺本能的な恐怖を感じてるんですけど、ひょっとしてかなりやばい状況。ユリ、お、うま、あ、我が推し、あ、この人も僕結構推し、好感度ランキング1位。ああ、羽付き骨格標本かって、嘘、ありえない展開。ユリ、何このアトラクション、特別ゲストあり、ピンチの後にヘルプあり。こんなタイミングで出てくるのは役的に白馬に乗った王子様くらいだろうけど。ユリから離れろ、アダルベルト。ああ、あの金髪の人がアダルベルトね。やれやれ、お早い到着で。住民には剣を向けるな、彼らは兵士じゃない。かっこいい。ですが、閣下、知らせ。は、相変わらずだな、ウェラ卿。腰抜けどもの中の勇者さんよ。コングランツ・アダルベルト、
何のつもりで国境に近づく。かっこいい。国境にはいろいろ落ちてるからな。取り出し物を拾いに来たのさ。離れろと言ってるだろうが。ユーリから離れろ。動いてる。あ、ご褒美、ご褒美少な。名乗り合って白熱の戦国合戦アトラクションに突入と。にしてもすげえ演技力だな。とっても空飛ぶ骸骨について突っ込める雰囲気じゃねえぜ。うわー、びっくりした。カタカタカタ。すごい、絵いっぱいあるな。俺なんで飛んで、嘘。うわ、なにこれ、なにこれ。おおお、お、お、交通規則をうまく使いやがる。はい、忠実かつ冷静、実に頼もしい仲間。なんか始まったぞ。遅延にとらわれて自分を見失うやつとは違う。うわー、やめろ。やったな、殺してやる。え、なんだと。いや、なんか一方的やっておく。これ A を押せばいい。あ、なんだい。貴様はどうなんだ、ウェラキョ。なんだい。それほどの腕前をあんな連中のために使うなんて。うるせえ。本当は惜しいんだ。あ、終わり。あいにくだったな、アーダルベルト。アーダルベルト、俺はお前ほど愛に一途じゃない。あ、言ってたこれ。愛に一途。あー、解釈、解釈できた。さすがに今に分かった。僕一巻見た時はこのセリフどういうことやろうと思ったけど、七巻まで読んだ僕は。ちょっと分かっちゃったかもしんないな。今日はそろそろ潮時だ。あ、また会おうぜ。今度こそ助けてやるからな。結構です。今度って続きものアトラクションなのか。カカ、アーダルベルトが逃げます。深追いするな。今は何よりも陛下の恩義をご無事にお連れするのが最優先だろう。は、失礼しました。うぅ、コンラッド、僕が最初に推しって言った人ですね。嘘、敵か味方なんかわからない人たちから陛下と呼ばれてるよ。陛下って誰？ひょっとして俺？うん、俺って言ってよっか。いや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 、まさか俺一体何役なわけ？お怪我はありませんか、陛下？ないですよ。あ、やっぱり俺ね。有無を言わせずアトラクションに参加させられてるのね。なにこれ、なんか動かせる。おう、はい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 、めっちゃゲームっぽい。ゲームやもんな。なにその耳の距離感。その距離感どうした？なんだ。慣れない地形を半日も引っ張り回されたら誰だって顔色の一つくらい悪くなるって。こんなとさ、父影すごいな。なんつーか、リアルすぎるんだよこのアトラクション。実はん、陛下。あ、この人好き。この、この待ってね。この左の人めっちゃ好き。ん、別キャラ登場？まだその呼び名続けるの？へ、なんつう超美形。またコスプレがよくお似合いで。不詳フォンクライスト・ギュンター。ギュンター、どれだけ待ちわびたことか。みんなもこの際一緒に覚えよう、ギュンター。結構ね、カタカナがこれからいっぱい出てきてね、まだ僕も一週しか読めてないから分かんないくなる時は結構あるからね、ちゃんとみんなで復習をしながら覚えていこう。ギュンター。 OK、 ギュンター。反撃している暇はない。ギュンター事態は割に切迫しているようだ。コンラッド、フォングランツに先を越されかけた。フォングランツってなんだ。あ、フォングランツがアーダルベルトさんの名字か名前かよくわからんけど、多分おそらく名字ですね。フォングランツ、アーダルベルト、うん、こうやってね、ちょっとわからんくなってくるよ。アーダルベルトに、それは本当ですか、コンラッド。この後、この後ね。何かされませんでしたか、さっき。そうだな、石投げられて、突きやクワで詰め寄られて、まあそんくらいかな。なんということを。人間というのはこれだから。そういえば陛下、なぜこちらのお言葉を話されているのですか。なぜって、そりゃ日本人だから。カカシ先生の声の人やな。皆さんこそ日本語がとても上手ですね。やっぱりテーマパークで働くにはそれくらい喋れないとダメなの。お国はどこ、日本に来て何年目。
ちょっとユーリ、いつまでテーマパーク引きずっとるんや。違うぞ、ここは。ここは日本じゃないんだ。は？だってみんな日本語喋ってないよ。ここは日本じゃない。それどころか、あなたの生まれ育った世界でもないんだ。そして陛下、あなたは今、我々の言葉を喋っている。は？ちょっと待って。だってコンラド、じゃなくてコンラート。ああ、英語に耳が慣れてるならコンラドの方が発音しやすいでしょう。実際知人の中にはそう呼ぶ者もいますし。いや、あの、そういう問題じゃなくて、俺、あんたとどっかで会ってるかな。いや、陛下、こんなところでは。どうぞこちらへ。ごめんなさい。あ、分かった、じっくり説明してよ、俺でも分かるようにさ。ちょっと待った、いきなりたくさんは詰め込めないんだよ俺の頭は。いや、じっくり説明してもらおうよ。それにしても、陛下のお召し物の素晴らしきこと。いや、ただの学ランだっつーの。平素から黒をまとわれるのは王家、それにごく近い生まれのもののみです。いや、日本全国の男子中高生が愛用中だってば。その高貴なる黒髪と黒い瞳、あなた様は確かに我々の陛下です、間違いない。おい、人の話聞いてるか。ったく、コンラッド、このアトラクションはまだ終わらないのかな。もう嫌ってほど堪能したんだけど。アトラクションじゃありません。またまた。じゃあ何かのドッキリ。じゃあ、あれだ、夢落ち、夢。ほらほら、叩いてみて、つねってみて。僭越ながら陛下、そのような自虐的なご趣味は内密になさった方が。そうじゃねえ。失礼いたしました。ギュンター、そろそろ陛下に説明を。ギュンター。そうでした、ギュンターさん。ではご説明いたしましょう。今からおよそ18年前、陛下の魂はこの国にお生まれになるはずでした。うん。ところ呼んでくれんね。ところが、当時の戦乱のためか、お命を狙う者の気配があったのか、新王のご判断は陛下の御霊を異世界に送るというものでした。そこで陛下の気高い御霊を地球と呼ばれる世界へとお連れしました。陛下はそこで現在のご両親の間でお体を作られ、お育ちになられたのです。しかし成人するまでは安全にお過ごしいただくはずだった陛下を、至急お呼びしなければならない事情が。陛下、大丈夫ですか？ついてこられてます？全然大丈夫じゃない。まず第一に、会話に尾が多すぎ、もっと砕けた話し方できない。第二に、陛下陛下ってさ、俺の名前は渋谷優里なの。つまり俺は本当はこの世界で生まれるはずが、事情があって違う世界に生まれ育ったと。で、何らかの必要に迫られて今また呼び戻された。 OK、 素晴らしい、その通りでございます。ご聡明さに感服いたします。で、俺はよりによってトイレから異世界に流されたわけね。どうせならタンスの引き出しとか気に紛れ込んでとかさ、それっぽい入り口が良かったよ。ご意向に添えず申し訳ございません。計算では我が王都の範囲内にお呼びできるはずが、何かの間違いで人間どもの村の近くに。人違いってことはないのかな。いや、だからあんたたちの探し人は本当に俺なのかなって。俺なんか外見も頭も平均的だし、変わった形のあざもないしさ。こういうのって普通あれでしょ、選ばし者とかじゃないと後々困ることになるんじゃないのかな。陛下は選ばれし者そのものです。一目お姿を拝見した時から私には分かりましたと思う。気高い黒の髪、澄んで曇りのない闇の瞳、その上漆黒のお召し物までまとわれているとなれば、だからそれだったら日本の男子中高生はみんな選ばれし者になっちゃうんだって。それに陛下のお言葉です。初めてこの世界に来てすぐ私たちの言葉を話されるんだと。蓄積言語がなければ無理なこと。そうです、どんな魂もそれまで生きてきた様々な性の記憶を蓄積しています。もちろん通常はその記憶の扉が開かれることはありません。アダルベルトのしたことは私としては口惜しくてなりませんが、
あの男は陛下の魂の溝から封印された記憶の一部を無理やり引き出してしまったのです。野蛮で卑劣で無節操な人間どもの使う術で、いろんな経験と情報を引き出せるなんて便利なことのように聞こえるけど、とんでもない。巧みに言語の部分だけを呼び起こせたからよかったものの、不要な記憶まで蘇っていたら、まあまあギュンター、今こうしてなんかお腹空いてくるな、ギュンターって陛下とお話できるんだからよかったということで、過ぎたことは振り返らずに行こう。うん、けど俺は振り返っちゃうよ。後ろ向きだし疑り深いよ。コンラッドの言う通りだな。後ろを向いても仕方ない。コンラッドの言う通りだな。言いましょうか。いいこと言うぜ。やれやれ、来ちゃったもんは仕方ない。選ばれちゃったもんは仕方ないってか。信じる信じないは別として、過ぎたことは振り返らず前向きに考えることにしよう。いいですね。こういう設定の定番だと何か目的を達成すれば帰れるはず。いいさ、やってやろうじゃん。さあ何する？お姫さんを助けりゃいいの？それともドラゴンを倒す？ドラゴン、竜ですか？とんでもない。竜は今人間どもの乱獲で絶滅寸前なんですよ。我々が手厚く保護しているのです。へへ、ドラゴンは保護動物なんだ。ところ変われば常識も変わるね。まあいいや、それじゃ俺は何を倒せばいいわけ？人間です。人間？ええ、人間。我が国に敵対する全ての人間どもを滅ぼすのです。あなた様の魔王陛下のお力で。いや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 、俺も人間だし。いいえ、魔族ですよ。我々と同じ。嘘だ。嘘じゃありません。あなた様は正真正銘第27代魔王陛下にあらせられます。おめでとうございます。今日からあなたは魔王です。認めない。これは絶対認めないぞ。なんで人間を殺さなきゃなんない？なんで敵が悪の魔法使いとか大魔王じゃないんだよ。俺が魔王だからか。ちょっと待てよ。じゃあ俺ラスボスじゃん。最終的には勇者に殺される役じゃん。マジかよ。陛下、陛下、落ち着け、落ち着くんだ俺。わあ、俺はどうすりゃいいんだ。落ち着きましょうか。お疲れでしょう陛下。とりあえず少し休まれては。そうさせてもらうよ。あれ、コンラッドは外にいるみたいだ。行ってみよう。もうイベントかな。さーてさて、これ見て終わろうかな一旦。気分はどうです？最悪。それはそれは。ブランドン、空振り三振でアウトだ。お、ブランドン、ああ、どうすればいいの？一塁と変われ。へえ、この世界にも野球があるんだ。ええ、まあ俺もやってたよ。この子たちくらいの頃には外が真っ暗になるくらいまでさ、なるまでさ。かポジションはどこだったんです？キャッチャー。あ、でも中学は3年間ベンチウォーマンね。公式試合出場経験なし。母、お好きなんですね野球。そうなのかな。やっぱり昔はな。そうでもないよ。うん、そうでもない。確か今でも好きなはずなんよな。ええ、俺にはそう見えます。それはそうと、なんでキャッチャー置かないの？ミットやクラブは使わないのか？怪我するよ。そもそもこの村には子供が5人しかいないんですよ。国境の向こうから流れ込んできた難民の村なんです。だから遊び道具だって充実してるわけがない。コンラッド、この人誰？我が国の王になられるお方だ。王様、許してください。どうか首をはねないでください。どうか家を焼かないで。そんなに恐れるな。この方はお前たちの村を守ってくださるお優しい方なんだから。けど王様は父さんを。やっぱり魔王って子供に人気ないんだな。首跳ねたり家焼いたりすんだもんな。そりゃ怖がられるか。この子たちの言う王様は魔王のことではありませんよ。人間の国の愚かな王です。もっとも陛下にはそんな愚かな人間ばかりじゃないと覚えておいてほしいですが。なんだかよくわからないけど、あんたが言うなら信じるよ。そうだね、一番上かな。
素直ですね。あ、なんか光った。オッケー。まさかこの手のゲームと思ってなかったけど、この手のゲームが完全にコンラッといくな。この感じやったでもわからんで、何が起こるかわからんから。親の中に入りましょうか、陛下。風邪でも引かせたらギュンターにまた説教されてしまう。なあ、しつこく聞いて悪いんだけど、俺が大魔王だってのは本当？本当に本当？本当です。大がつくかどうかは定かじゃないけど、陛下は間違いなく第27代新魔国君主です。はあ、なんて罠にはまっちゃったんだろう。だけどここがあなたの世界、あなたの魂があるべき場所だ。お帰りなさい、陛下。もう遅いお時間です。明日も長旅が待っていますので、そろそろお休みください、陛下。おやすみなさい、皆さん。ではまた次回お会いしましょう。いや、うん、よかったね。ちゃんと漫画読んできてよかったなと思う。誰を押すかっていうのを先に漫画で決めてここまでやってこられた感があるから、うん、本当によかったなと思う。では。